ボル県は北西トルコ、国会地方の県。当県は国会地方ではあるが、国会には面していない。ちょうどイスタンブールとアンカラの中間地点近くにある。北からゾングルダク県、カラビュック県、チャンクル県、アンカラ県、エスキシセヒル県、ビレジク県、サカリア県、デュズジュ県と接している。面積はおおよそ7 5 0 0トル、人口は 約27万人。ケントでアルボルは森に覆われた山に囲まれており、長い歴史を持っている。1999年、トルコ北西部地震によって、被害を受け、リューズジェケンと分裂した。大半が森に覆われているが、農業を行っているところもある。チーズ、クリーム、などの落農生産と農園での生産があり、地元での消費と販売が行われている。 ボルは大きな交易の経過地にもなっている。2007年までボルの山は地学的にアンカライスタンブール間の高速道路の大きな障壁となっていたが、ボル山トンネルが開通し、多くの観光客が食事や休憩に訪れるようになった。ボルには非常に質の高い伝統料理があり、面言では例年料理祭が開かれている。森、湖、山に富、 イノシシなどの野生生物も多く、旅行や登山に向いている。ありがとうございます。